今年の長崎は半端ない。 J2 唯一の負け知らず、強さの秘密を選手自ら解説してくれました。さらに人気企画 V 飯、プロサッカー選手一押しのグルメは必見ですよ。この番組は今を生きる楽しさをジャパネットの提供でお送りします。過去わずか1勝と相性が良くない相手岡山、さらにこのスタジアムでは未勝利なんですよね。ただビファーレンは10分コーナーキックからのサインプレーでサワラが狙いますが、これは枠を捉えきれず、対する岡山も決定機を迎えますが、ここは今シーズン初出場の徳重ナイスセーブ。しかしその後のコーナーキックで岡山もサインプレー、これを見事に決められてしまいます。追う展開となったビファーレンはルアン、そして吉岡と立て続けにシュートを放ちますが、岡山のキーパーの連続セーブに遭い、1点ビハインドで前半終了です。途中出場の選手が結果を出しているビファーレンは後半頭から畑を投入。畑は積極的にゴールを狙っていきます。64分には岡山が古巣の大竹が入り、すると流れが傾きます。このコーナーキックからのフレイレのボレー、うーん、惜しいシュートでした。そして73分ゴール前の混戦で澤田が競り勝ち、イバルボがつないで大竹左足、同点ゴール。またまた采配的中です。本当にさらに5分後には大竹のパスから畑が落とすと、海王の狙いすました、逆転ゴール。素晴らしい、一気に試合をひっくり返します。このゴールがチームの J2 通算300ゴール目となりました。終盤はヒヤリとする場面もありましたが、徳重のセーブで切り抜け見事勝利。開幕から6戦負けなしでがっちりと首位をキープ。この後のゴールシーンの解説も楽しみです。いい笑顔Ah, tô muito feliz, né? Graças a Deus consegui fazer um belo gol. O nosso time saiu com a vitória. Ah, nós vem trabalhando forte na semana para isso. Então é aproveitar essa fase e buscar mais vitórias para a gente conseguir o acesso para a G1. É continuar trabalhando como a gente vem trabalhando e buscar as vitórias. Mas a vez, né? Sempre vez no 失点というのはね、まあ起こり得ることだと。自分たちからじりじりじゃダメだっていう話をしてね、こっちも構成を持つ時間があるんでね、その構成を持ってた時間がの時に仕留められればっていう話をして、まあ、選手たちはね交代にしっかり乗じてリズム取り戻して、で、まあ、逆転劇っていうね、まあ、見事仕事してくれたなと思います。流れが来てます。その流れを自分たちで掴む、掴むための努力をねしていきましょう。おはようございます。オールビハーレンです。今日もよろしくお願いしま す, お願いします。いや激闘の90分岡山戦、興奮しましたね。逆転ですよ、素晴らしい。もう私が特に大好きな畑選手、いやもうあの相手守備陣がボールを持っている時のチェイス、うん、プレッシャーをかけるわけですけれども、うん、これで相手が慌てるわけですよね、はい、でイバルボ選手だったり、うん、吉岡選手だったり、さらにこう澤田選手だったり、ここから相手をさらに慌てさせるこの攻撃連携、あ、すみません、ちょっと話すぎたんですけれども、いやナイスアシストでしたし、素晴らしかったです。今回もあのゴールの解説、はい、選手たちしてくれるんですよね。楽しみですよね。楽しみですね。メッセージももうすでにたくさんいただいております、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちら徳平さんから拡散希望ということでメッセージいただきました。サポートカンパニーであるララコープのお店、ララなめしのお惣菜売り場が熱いということでビファーレン一色に染まってるんですが、すこちら惣菜売り場の担当の方がビファーレンのファンらしく、ホーム戦で勝った日の翌日はお店オリジナルの唐揚げが安くなるそうです。今季試合再開後、うん、先月ぐらいから飾り始めたそうです。試合の予告までしてくださっている素晴らしい。皆さんぜひ行ってみてくださいということで、今日は皆さんから京都戦に向けた応援メッセージで募集します。ツイッターの方はハッシュタグオール VV をつけて、メールの方はオール VV アットマーク NIB.JP まで送ってください。お待ちしています。お待ちしています。
さあ岡山戦で今回ゴールを決めた大竹選手、そして海洋選手が自らのゴールを解説してくれました。後ほどたっぷりと解説していただきます。さあそして久しぶりに復活です。選手がおすすめのグルメを紹介する人気コーナー V 飯、今回も絶品グルメが登場します。連日激しい戦いを繰り広げる選手たちが最も重要視しているのは、そう、食べ物。そんな選手たちが勧めるお店を調査すると、驚きの極上グルメが続々登場。これは必見 V 飯。まずは地元長崎出身、 FC 琉球戦で J 初ゴールを決めた背番号16、毎熊誠也選手の V 飯。諫早にある林田というお店です。タイの煮付けを食べました。すごく美味しかったです。魚の煮付けが結構好きで、パッと目に入ったんで選びました。国道251号を長崎から雲仙島原方面へ進むと、ありました、食事処林田さんです。こちらのお店は大将の目利きで選んだ新鮮な魚介類を使った料理が自慢で、ビファーレンの選手だけでなく地元の人にも愛されているんです。魚好きの人にはたまらないですね。こちらがマイクマ選手おすすめの V 飯ですね。金時材の煮付けになります。もういいお出汁の香りがするんですけども、早速いただきます。身がですね、分厚いんですけどふわふわで、これはご飯も進みますよね。そうですね、なるだけ旬のものをお出しするような形でこだわってもいますね。そしてもう一つ人気のメニューが、ボリュームたっぷり17種類の魚介を使った刺身定食。数量限定ということもあって、この刺身定食を目当てに来る常連さんも多いそうですよ。そんな大人気の刺身をマイクマ選手も食べさせてもらったそうなんです。タイの煮付けを食べに行った時にお刺身をサービスで出してくれて、すごく美味しかったです。お刺身は皆さん頑張ってるということで、ビファーレンの選手に限ってじゃないですけど、お刺身をこう一口、その日にちょっと新鮮な魚が入った時にお出ししてるという形で。他にも大将と連絡を取り合っている仲良しの選手がいるそうなんです。福田選手と吉岡選手、魚釣りが好きということで、大将と魚釣りに行ったことはあります。さばけないからちょっと料理してもらえないかということで。なるほど、大将釣りましたから、はい、これをということで、はい。さらに福田選手からは大将も大喜びのプレゼントがあったそうですよ。 J1 に上がった時にいただいて、ちょっとまあ大事にして、大将が自分の部屋にちゃんと飾っております、ね、ビファーレンの選手かなという感じで隠れて探して、あ、やっぱりそうかなこの間も行って入れていたので頑張ってほしいですね。今度来た時にはぜひそのことも声をかけて差し上げてください。続いて名倉選手がおすすめする V 飯は、僕のおすすめのパン屋さんは、この後暑い夏を乗り切るあの絶品料理が登場しますよ。これは必見 V 飯。続いて紹介するのは、ドリブルと高い判断力が持ち味、今シーズン大活躍中の背番号14、名倉拓海選手の V 飯。僕のおすすめのおパン屋さんは福田屋です。うなぎは好きなんですか？はい、なんか長崎来てから大好きになりました。ニーザくんとか、オキくんとか、どーもくんとか、カメくんとかにもついててもらって、めちゃくちゃうまいなって言ってから、連戦もあるのでうなぎ食べて乗り切りたいなと思います。
諫早市あえる商店街栄町通りにやってきました。こちらに名倉選手がおすすめする V 飯のお店があるんですが、それがこちら、風格ある佇まい、歴史を感じる福田屋さんです。創業157年、代々伝統的な味を受け継いでいるうなぎ料理の老舗福田屋。店内はゆっくりと落ち着ける雰囲気がありますよ。早速出していただきました。こちらが名倉選手おすすめの V 飯ですね、はい、ではちょっと熱々を、よいしょ甘いこのタレの香りが、うなぎ定食になります、はい、うちのうなぎはもう国産のうなぎを使用してますので美味しいと思います。プルンとした皮と身の間の食感と美味しいです。ありがとうございます。身がふわっと温かいままいただけるっていうのがまた嬉しいんですが、それはこの器に秘密があるそうですね、はい、そうですね、この器が二重の底になってまして、中にお湯が入ってますので、はい、長時間でも温かい状態で召し上がっていただけるという形になってます。2代目の店主がこれを見つけて持ち帰ってうなぎに使った時にずっと温かい状態で食べれるっていうので、もう使い続けてるっていう、そこから広まっていったっていう、そうですね、はい、もう元祖なわけですよ ね、 すね、はい、美味しさの秘密はこのタレにもあるんです。ずっと継ぎ足し継ぎ足しされてるタレを、味を守り続けてまして、ご飯にタレをかけて召し上がっていただくのももうおすすめです。早速、これは合いますよね。タレだけでもちょっとご飯が一膳いけそうな気がしてしまうんですけど。そうですね、おかわりが自由なので、タレとご飯だけずっとなくなっていくうなぎはそのままっていう方もいらっしゃいます。本当美味しいです。お酒のお供にいかがですか。うなぎの頭の佃煮、圧力鍋でじっくり炊いているため骨まで美味しくいただけます。全国発送もできますよ。名倉選手をはじめ、はい、ビファーレンの選手も皆さんいらっしゃるんですよね。一度団体さんでビファーレンの選手だけで来られたいと思います、はい、このジメジメとした夏の暑い時期、はい、やっぱり力がつきそうな気がするんですが、はい、スタミナ食としてまあ有名なうなぎですので、成績もうなぎ登りみたいな感じで、まさしくうなぎ登りに食べましょう。私たちファン、サポーターもちょっと食べてうなぎ登りに、あ、いいな、うなぎいいですね。食べたい。美味しそうでしたね。でも両方人気店ですからね。諫早といえばうなぎですからね。もう暑くなってきましたから。本当にもう調子もうなぎ登りに行きましょうよ。で今回紹介してくれた舞熊選手、そして名倉選手の活躍もあって、現在6戦負けなしのビファーレ、はい、現在の順位改めて確認したいと思うんですが、はい、こちらです。いや輝いてますね。勝ち点16で単独の首位と、すごいですよ。そうですよ、勝ち点並んでた大宮との勝ち点の差今4、はい、広げつつあるというわけなんですが、はい、まあ、首位キープに大きく貢献したのが、うん、やはり先日の岡山戦でゴールを決めた大竹選手、そして海洋選手ですよね、はい、このお二人自らのゴールを解説してくれました。こちらご覧ください。前回の愛媛戦でも好評だった選手によるゴール解説、今回も素晴らしいゴールシーンを大竹選手と海洋選手が振り返ってくれますよ。まずは大竹選手から。そう、ここでビクトルから見えていいコースに打てた自信あったんですけど、ディフェンスに防がれてしまったんですけど、いいところにこぼれて、で、そう、でビクトルがキープして、まあ、ちょうど自分の打てるところにボールが来たので、あの相手の股の下のところのコースが見えたので、すごい、そこに素早く打つだけでした。試合にこう途中から出るときから、まあ、1点入ったらもう逆転できるっていうふうに監督からも言われてたので、1点入ったんで次もう1点っていう気持ちですぐ戻りました。続いては海洋選手のゴールシーンです。I really struggled to stop. I saw the FLO moment to be
Eu tava, como eu já tava de frente pro gol, eu já tava já tô pedindo pro Junk pra ele ajeitar pra trás, pra mim conseguir finalizar. E aí eu fui muito feliz de conseguir fazer um belo gol. Sim, sim, porque tinha dois jogadores na frente dele, né? Ele tava no meio do gol, tinha os dois na frente dele. Aí eu, quando eu levantei a cabeça pra olhar onde que eu ia bater, aí tinha um espaço muito grande do lado esquerdo dele. Eu consegui ser feliz de conseguir fazer o gol. Depois até brinquei com ele ali, falei pra ele não fazer isso mais, mas que ele brincadeira dando pra caralho. Ah, foi o melhor possível, né? Primeiro de confiança, de fé, de perseverança. É, cada um confiando em si próprio e nos companheiros. Então é o melhor momento que a gente vem vivendo e eu espero que continue assim até o final. Kyoto é, agora, 10 minutos no meio do lado, mas é um time que tem muito impulso. Aqui, 勝つことでさらに自分たちが勢いに乗っていけると思うので、今はこう誰が出ても勝てるっていう、まあ、自分たちの強みが出せてると思うので、次も本当出た選手がしっかりチームを勝つためにプレーできれば、まあ、出て勝てると思うので、まあホームですし、しっかり勝ちたいと思います。やっぱり痛かったんですね。痛そうでしたね。すごい力でしたもんね。いや、本当に途中出場でこう結果を出して、手倉森監督の采配もピタリと当たって。今日も楽しみですね。楽しみですよね。やはりその首位を死守するためにも、やはり大一番絶対に負けられないのが、はい、今夜の京都サンガ FC 戦ということになるわけですけれども、はい、京都の順位は3位なんですよね。はい、勝ち点11、わずか5差、うん。この上位対決を制することが、この夏のまずキーポイントになってくるのかなと思います。そしてその京都の注目選手を挙げてみました。こちらご覧ください。まずなんといってもフォワード、そうピーター・ウタカ選手、36歳ベテラン、ナイジェリア出身の選手なんですけれども、なんといっても今6試合全試合にスタメンで出て5得点すでに挙げていると、 J2 得点ランクトップ。2016年には J1 の広島時代に得点王を獲得したプレイヤーになるわけです。止めなきゃですね。そうなんですよ、うん、もう自分でボールを持ってゴールまで持っていくこともできますし、ただそれだけじゃないんです。非常にこう周りを使うのが非常にうまい選手なので、うん、彼とそのもう一人の、まあ、宮吉選手だったり、うん、そのフォワードの連携にも注意しなければなりませんし、怖い存在だ、厄介ですよね。さらにちょっともう一人挙げたいんですけれども、はい、なんといってもこの選手じゃないでしょうか、はい、ヨルディバイス選手、ディフェンダーの選手ですね。2018年ビファーレン長崎に所属して、でその次の年は徳島に、うん、はい、移籍して、今シーズンから京都に完全での移籍となったので、うん、今回が初の古巣対決になると、はい、バイス、やばいっすという言葉が今日はやばいことにならないでほしいので、そうですよ、はい、バイス選手も今全試合フル出場で不動の地位を築いてますし、うん、失点も非常に少ないですから、知ってるだけに私たちも怖い存在ですよね。そうなんですよ、ここをどう崩すかということも注目して見ていきたいなと思います。さあ、そんな今夜の京都戦からなんですけれども、試合前に選手による平和宣言が行われます。サッカーができる日常に感謝し、平和の尊さを考えながら選手たちも試合に臨むというわけです。この取り組みを前に、先日は選手そしてスタッフによる勉強会が開かれました。今週水曜日、長崎原爆資料館ホールでトップチームの選手たちとスタッフ合わせておよそ40人が平和学習に参加しました。感染症予防として、ホール内ではソーシャルディスタンスで一定の距離を取り、マスクを着用して受講しました。家族交流証言者である田平優子さんからは、被爆者の体験や今自分たちができることについての講話がありました。そして選手たちが献花を行い、今夜から始まる平和マッチに向けて改めて決意を固めました。やはり二度とこういうことが起きてほしくないなという思いが強くなりました。サッカーを通して、まあ、勝利をすることで長崎県というものを代表して発信していければいいなと思っております。そしてサポーターによる平和活動も行われました。先週土曜日、高田春奈社長とビビ君も参加した平和のキャンドル制作イベントでは、21人の親子がキャンドル作りに取り組みました。もっといろんな人と関わり、平和の思いを届けたいという思いで始まったこのサポーター参加型の企画。
ここで作られたキャンドルは今夜の平和マッチの選手入場の際にも飾られるということです。来週の放送でもクラブが取り組む平和活動について詳しくお伝えします。メッセージも来ております。こちらポンさんからイラスト届きました、はい、そろそろ名倉選手と吉岡選手のゴールが見たい。名倉選手のボールを受けてからのターンや吉岡選手の俊敏性は相手にとって脅威でしかないと、ウサギのイラストが来ております。可愛いな感じが出てますよね。はい、そしてカリカンピッピさん、開幕から未だ負けなしのビファーレン長崎、選手層も厚く、うん、どの選手が出ても大活躍で毎試合ワクワクします。今日の京都戦もビファーレン長崎らしいサポーターをワクワクさせるような試合を期待しています。頑張れビファーレンと来ています。ありがとうございます。この後もお待ちしております。さあ今週もですね、前ちゃんが選ぶ MVP、 その名も前田バリューボープレイヤー、選出してもらいました、はい、今週は誰なんでしょうか。アジアの岡山戦の MVP は2人です。今週も前ちゃんが選ぶ MVP、 その名も前田バリューボープレイヤー、選出してもらいました、この選手たちです。アジアの岡山戦の MVP は2人です。大竹選手と畑選手、まあ、大竹選手が優勝相手に、途中出場で自ら点を取り、チームの勝利に貢献しましたし、畑選手は後半開始早々投入されて、前回の悔しさを払拭させるプレーをしてくれましたし、カリノ・セザール選手のゴールのアシストとして、起点にもなっていたので、この2人を MVP とします。素晴らしい素晴らしい、毎試合ヒーローが変わってますから。さあ今夜は誰かな、楽しみですよね。さあそんな今夜行われる京都戦でも安心して皆さんに観戦してもらえるよう、クラブではこのようなことに重点を置いて取り組みをしています。まずはチケットサポート窓口の開設、待機列発生時の密を避ける取り組み、スタンドで安心して試合観戦いただける取り組み、安心快適なグッズ売り場、さらに楽しい観戦のためのスタグル提供再開ということなんですが、密を避けるため間隔を空けて並んでもらえるようにビビ君のデザインの案内ポップを設置したりですとか、スタッフがスタンド内の循環をするなど安心快適な観戦環境作りに努めてまいります。私たち観客もですね、はい、ルールを守ってチームの皆さんの勝利っていうのを呼び込んで、そして協力していきたいと思います。はい、メッセージもご紹介させてください。こちらペンネーム長崎大好き新社会人さん、初めてオールビファーレンにメッセージを送ります。ありがとうございます。ビファーレン長崎、今日の試合実際に会場に行って見ることはできませんが、お家から応援しています。頑張ってください。ビファーレン長崎大好きですという声でしたり、サッチンさん、今日も勝利をする吉岡選手のゴールが見たいです。スタジアムで応援しています。頑張れ、ハートマークもついています。嬉しい嬉しい、はい、そしてあゆさんとさんぽさん、いよいよ京都戦、バイス選手も黒木選手も恩返し団はいりませんからね。今日も精一杯頑張って最後は笑顔を見せてほしいです。いけないけれど応援していますと来ております。ありがとうございます、はい、今のコメントにもありましたけど、はい、まあ、黒木雅人選手、元長崎の黒木選手も今シーズンから京都で、はい、で前節初めて今シーズンの試合のピッチに立っているわけですし、まあ、試合感も高めてますし、共同なんだ、すごくエキサイティングな試合ゲームを期待しますね、はい、勝って首位をキープしましょう、そして来週水曜日の山口戦、連戦どっちも勝って絶対に1位を守りましょう。
この番組は今を生きる楽しさをジャパネットの提供でお送りしました。